俺は富岡義勇、明日から鬼滅学園に赴任することが決まり、前日の今日、ラフな私服で視察に来た。下校時間間近なため、生徒の姿もほとんどない。軽い視察で終わらせるつもりだったが、明日からの新天地に気分が舞い上がってしまっていたことも重なり、俺は視界に入ってきた女子生徒に声をかけていた。ちょっと、そこの彼女。え？何ですか？私？何？変人？ここは関係者以外立ち入り禁止です。しかも、学園敷地内でナンパなんて。ナンパ？いや、そういうのではなく、俺は明日から。あ、行ってしまった。仕方ない。突然声をかけられて驚くのも無理はないか。校舎内に入り、教職員に挨拶をして帰ろうと思っただけなのだが、どうやらナンパと勘違いされたようだ。辺りを見回すと、今度は教師らしき人物が目に留まり、俺は近づき、声をかけた。Hey, you! なんなの？この軽い男の人は。まずい。思いっきり不審人物扱いをしている目だ。怪しいものではない。大抵、怪しい人は自分を怪しいとは思っていません。本当に怪しいものではない。俺は明日からこの学校に赴任することになった。富岡というものだ。Hey, you! なんて、教師が声かけるときに使います？先ほど日本語で声かけして、誤解されたからな。使い慣れた英語で声をかけただけなんだが、まずかったのか。数年海外を放浪していたため、無意識に英語で声をかけてしまったと説明したのだが、信じてもらえず、立ち去られてしまった。挨拶は明日でもいいだろう。これ以上とどまって不審がられ、最悪通報されてしまうことを避けるために、俺も帰ることにした。翌日朝礼で紹介されることになった。校長の挨拶の後、教頭から紹介をされ、俺は昨夜一晩かけて考えた赴任の挨拶を淡々と述べていた。新しい先生、真面目そうですね。どうでしょうか。どうしたのですか。だってあの人、昨日私のことをナンパしたんですよ。え、なになに、その話もっと聞かせてよ。声が大きいですよ、善一さん。俺の挨拶の最中、一人の生徒のつぶやきがまさかの事態を引き起こすなど考えもしていなかった。瞬く間に俺はよ、ナンパ先生と呼ばれるようになり、赴任初日からその名前で浸透定着してしまった。こうして怪しい雲行きを漂わせたまま、俺の初朝礼は幕を閉じた。てめえ、教師としての自覚があるのか。当然、生徒だけでとどまるわけはなかった。教師全員の耳にも入るようになり。まあまあ、千奈津川先生。私のヘイト釣りと思い込みもあったのですから。校長先生は甘い。先生の妹がこんなチャラい教師にナンパされてるんだぜ。校長先生の妹。ナンパ。ああ、昨日の女子生徒。校長先生の妹だったのか。だんまりかよ。始めが大事。だから挨拶だけはと心がけていたのだが、どうやら声かけの基本が間違っていたようだ。とりあえず、ここは私たち教師がしっかりした態度を示し、これ以上生徒が暴走しないようにしましょう。てめえ、二度とカナエ先生に声かけるんじゃねえぞ。品津川先生から釘を刺されたが、仕事上どうしても話さないわけにはいかず、なるべく品津川先生の目を盗みつつ、可能な限り配慮はしたが、どこからともなく現れては、いちいち俺に絡んできていた。チュース、ナンパ先生！ナンパの極意を教えてくださいよ！今は授業中だぞ、アガツマ。ナンパ講座でいいと思います。いくらなんでもやりすぎですよね。そうね。私がうっかり口走ったことがきっかけなのですよね。まさか善一くんに聞かれてしまうとは思ってもみませんでした。ナンパ先生は、胡蝶姉妹のどっちが本命なんですか？ちょっと善一くん、やめてください。先生、あがつまの言っていることは無視して、授業を始めてください。なんでお前ら裏切るのかよ。裏切り？
何のことですか？物事には良し悪しがあります。今の善一さんのやっていることは学びたい生徒の邪魔をしているだけかと思います。授業を始める。待ってください、富岡先生。校長官、どうした？人に見られると面倒なので人気がない場所へ移動しましょう。ああ、あの日俺が校長をナンパしたと勘違いされたあの日以来、授業以外でまともに話したことはなかった。そんな校長から話しかけてくるなんて、今の俺には何の話なのか想像もつかなかった。ごめんなさい、私の勝手な勘違いで先生をこんなひどい目に遭わせてしまって。そんなことか、気にするな。俺の声掛けに問題があっただけだ。確かにそうですけど、みなりにも問題あったと思います。とは言わないでおきましょう。でもそれでは私の気が収まらないというか、授業を妨害する善一くんを許せないというか。赤妻はどの先生に対しても大差ない態度だと校長先生が言っていた。だから俺のことは気にするな。よく言えばムードメーカー、悪く言えばただの悪ガキだな、赤妻は。いえ、やはりここは私の気持ちが許せないので、誤解を解くための協力をさせてください。彼女の意欲に根負けしたと言った方が近い感覚だろう。俺は彼女の協力を得て、翌日の全校集会で誤解を解く説明をすることにした。お前ら静かにしろ。なんだって俺があんなナンパ野郎の弁解の場を仕切らなきゃいけねえんだ。今からここ一月ほどの騒動について本人から説明したいことがあるらしい。黙って聞いとけ。頑張って、富岡先生。ナンパ先生のあだ名について弁解させてほしい。胡蝶忍に一目惚れしたことは事実だが、ナンパだというのは勘違いだ。え？あらあら、あの野郎。ナンパは一時の遊び心で、あわよくばな男たちが声をかけるが、俺は一目惚れをして本当にお近づきになりたくて声をかけた。だからナンパの性質とは違う。うひゅー、さすがナンパ先生、やることが半端ないよ。ちょっと何なんですかあれは。忍のことを出汁に使って見損ないました。一目惚れって本当にあると思う？本気にしているのですか？俺なんていいなって思った女の子は全員一目惚れだよ。善一さんのことなんて参考になるわけないでしょ。静粛に。お前らとりあえず黙って教室に戻れ。富岡先生、潔うという意見もありますが、職員室に来ていただけますか？あんなこと潔いわけねえだろ。あら、どう？篠津川先生は女心をもう少し理解した方がいいと思うわ。なんだって、金井さん、まさか富岡のこと。職員室では校長をはじめ全学年の教師が思い思いの表情で俺を待っていた。当然発言そのものを否定する意見、立場を考えろという意見、何より多かったのは教師が生徒に恋心など言語道断というものだった。皆さんのおっしゃることはもっともだと思いますけれど、生徒も教師も一人の人間です。立場をわきまえていれば恋愛は自由だと思うことはできませんか？胡蝶先生、そもそも富岡先生の告白に忍がうなずくかどうかもわかりませんし。それもそうだな。教師が恋をしてはいけないとなりますと私が困ります。やはり金井さんは富岡のこと。実は私、品津川先生と個人的なお付き合いをしていますし。え？あら、何なの？その反応は。そのつもりだったのではないの？私の勝手な思い込みだったのかしら。いや、そんなことはねえよ。というわけなんですよ。当人の自覚の持ち方で立場をわきまえれば問題はないと思います。胡蝶先生の爆弾告白で俺への一方的な誹謗は停止。
教師側が立場をわきまえていれば問題ないのかもしれないという流れになり、胡蝶忍の返答次第で再度検討することになった。もちろん校内では教師の立場を貫くようくどく注意をされた。ヒューヒュー、善一さん、いい加減にしなさい。いいのよ、葵。でも私が弁明を手伝うって言ったの、どんな内容でとまでは聞かなかった私のオチだよ。だからって一緒に冷やかされることはないと思います。そうね、だからシーンを先生に聞いてきます。え、ちょっと今はやめた方がいいと思いますけど。職員室の中からまだ話し声が聞こえる。姉さんが何か言っているのかしら。あ、先生。校長、待っていたのか。だって気になって自習なんてしていられなかったから。そうか。さっきのあれは何だったんですか。確かに弁明を手伝うとは言いましたけど。だから名前を使わせてもらった。私の名前を利用したのですね。そうだ。だがあの発言に偽りはない。え、俺が胡蝶忍に一目惚れしたのは本当だ。あの日他にも生徒がいたが君しか目に入らなかった。あの場に他に生徒がいたかはわからないけれど、下校時刻が迫っていたし、他の生徒とすれ違ってはいますよね。俺は着飾った言葉を言うほど器用な男ではないし、嘘をついてまで何かを得ようとできるほどずぶとくもない。あの言葉は全て真実だ。なあ校長、俺と恋をしてみないか。